A9 シリーズ3部作の第1作、スタッフはサンセット77やサーフサイド6といった1950年代のアメリカの若者向け探偵ドラマの軽妙なセンスを強く意識して制作したという。時代劇風のゾドイツチックなナレーションなど和風の要素と始末屋家業の組み合わせから、当時からアニメ誌などでは SF アニメ版必殺シリーズなどと書かれることが多かった。夜空の星が輝く影で終わるのは雷がこだまする。星から星に泣く人の涙背負って宇宙の始末、銀河旋風ブライガーお呼びとあらば即参上。ゲーナイ情け無用、アステロイドベルトの会う頃も震え出す、コズモレンジャーじゃない走るのさ。ブライサンダ10万光年星のきらめき飛び交うブライスター、広がるプラグ